ちは。こんにちは。今月多分最後の公演です。ね、多分そうだよね。はい。最後です。最後です。そうですね。ね、後半ですか？後半。一緒だ。え、後半さ、何喋ろう？でもいますよね。うん。うん、いるわ。何がいいかな。みんな何がいいですか？モフモフ猫ちゃんいますかってコメント来たんだけど。モフモフ猫ちゃん。どういうこと？どういうこと？いるよー。あれ、モフモフ猫ちゃん、こちら。猫ちゃん。モフモフ猫ちゃんいました。モフモフ猫ちゃんとは。モフモフ猫ちゃん。いたみたいです。どうやら。いました。いました。こんにちは。今日の公演も楽しみ。ありがとうございます。楽しみです。こんにちは。このチークかわいい。かわっちい。え、かわっちい。え、それで塗るの？はい。え、かわいい。かわっちい。あざといな。あざとい。え、かわいい。かわいいですよね。いい色ですね。良き色です。20% オフの。こちら、20% オフの、なんて言うんですか、これ。フォレンコス。ビュアブラッシャー04番です。いいの？なぜかかわいい、なぜかかわいい。よし、お弁当取ります。色味が気持ち悪い。うわー、うわー危ない、危ない。私のお食事が、ほんま猫ちゃんのお食事が。モフモフ猫ちゃん、モフモフ猫ちゃん誰？モフモフ猫ちゃんのお食事ね。食事です。モフモフ猫ちゃんのモフ猫ちゃんのよ。うわ、すごい下すぎないこれ。結構ローアングルですね。やばいね。あーあーもうやだ。縦にしようか。縦の方が、縦にしてます。オッケーオッケー。はい、どうぞ。こちらに絶対映りたい。絶対映んない、これ。こことこれは、もうちょっと寄り添い合える。寄り添い合って生きていきましょう。いきましょう。え、どんさん明るいですね。なんか多分ね、つけた今暗すぎて、うん、フィルターみたいなの。キョミツアミです。ダメです。じゃーん。美味しそう。何にした？何ですかこれ。三元和牛、三元豚カツ。あ、豚ね。美味しいんですよ。美味しいんですよね、これが。本当美味しい。パン大好き。ここ美味しい。これいくらか見ようって言ってたんだった。今日の K2 のお弁当見ました？何じゃない。めっちゃ豪華っていうか美味しそうだ。え、昨日の S もやばかった。え、同じかもしれない。ケツと、え、じゃあ20来るんじゃない。来ますね。ビギナ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 よー、チャーチャーチャー。ウリピーナ大好き。あの歌いいですよね。2番も好き。2番。なんか座ってるめっちゃ見てるじゃないですか。え、見てない？フルでは見てない気がする。嘘。みんな見てます？見てますか？私結構ファンの人におすすめしてるけど。あ、そうなの？うん。みんな見てますか？知ってます？初見です。楽しそうですね。ありがとうございます。嬉しい。楽しいんですよ、チーム行って。楽しいよ、本当に。今日も楽しかった。うん。もう終わっちゃうみたいな。始まって全然経つんじゃないですか。今日も本当に
しかった、楽しいんだよ、今現時点ずっと笑ってるね、うん、今日チームインのなんか別れてやるやばいコンサートの話しちゃう。あ、やだ。あ、はい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 あって、はい、うん、リハしてたんですよ、うん、私はそこ出ないんですけど、うんうん、リハしてると思って見てたら、みんな順番に私に声でおはようってやってくれる。怖い可愛い可愛い先輩とかもおはよう、おはよう、え、可愛い、何それ、うん、レッスンもらっちゃった曲中に、リハ中に今日はみんな朝から頑張ってましたね、うん、頑張ってました。こちらは優雅な朝を、うん、いつ起きたりしてました。私何してた。衣装を着てました。あーあー、うん、それね、う、衣装も可愛いので楽しみに。ぜひ皆さん来る人、来る人、来る人、クリック跳ねて、クリック跳ねて跳ねて、もうだってすぐよね、1日。うん、あと何日なんだろう。だって今日が20でしょ。ちょっと10日、10日ちょい、あっという間や。やばい、楽しみです。うん、本当に楽しみです。うまくレッスンをもらうコツを教えてください。うまくレッスンをもらうコツってどういうこと。うまくって、え、うまくってどういうこと。うまくレッスンをもらうコツです。え、うまく、うん、一生ペンライトを買えない。うん、それはわかります。見ます。多分そうですよね、うん、曲ごとで結構ペンライト変える人とかはいるね。ちょっとレスが分散するので、どうしてもその子から欲しい場合はペンライト変えない方がいいと思う。本当ペンライト大事ですからね。うん、え、かほちゃんはさ、どういうレスをしてんの、ファンの人に。効果あるやつ、一番一番効果あるやつですが、うん、やるわ今日。やってくださいね。いやいや、ミレタのファンしかおらんの。ミレちゃんのファンにさ、急に、お前じゃない、お前じゃない何が一番効くの。え、もうマジでこれやったら、うん、もう忘れられない。10秒ずっと見続ける。え、いつ、どういう時にやるの、それは。割とやります。え、すごいね。うん、もうなんかはなんかレス飛ばしてて、うん、こう、あ、まあ、それぐらいだよなみたいな時間あるじゃないですか、うんうんうん、レスをもらえる時間で、うん、まあ、きっとこれぐらいだろうなっていう、それを以上を見ると、うん、多分ファンの人がえみたいな、まだ見るみたいな。確かに大体さ、うん、はとか、まあ、2秒から3秒ぐらい。誰とかじゃないんですけど、その瞬間に私のことを見て、その瞬間逃しちゃうじゃないですか。うん、確かに。だから聞きました？プロですよね、本当に。なんかやっぱさ、自分のファンの人にしか送れないんだよね、うち。確かに。でも私も自分のペンライト振ってる人それとだって振ってくれてるんだもん。なるほど、うん、です。
10秒も見られたらキュンキュンしちゃうんだって。いやそうだよね。アイドルないですよね。ない見てもらえなかったそうよ10位だけど、かおちゃんだけよ、そんなやつやつしました。あーね、ケネデ、ケネデ、ない人、うん、それはさ、何なんだろう、うん、意地で、うん、でもそういう人に限って公演くれるんですよね、実は、うん、だから、この人は後でツイートするパターン、すごいね。でも逆にツイートしてくれた方が気まずくない？なんか気まずくない？10秒で人見知りしちゃう。映画が好きなんですよ、ファンの人が。あー、なるほどね、見られてかわいい一言のようなファンの人が困ってる。いや、いるよね、絶対、うん、それは何でなの。13かな、うん、たんですよ、うん、だから見ようと思って、そしたら一回それしたんですよ、うん、目あったんですよ、うん、そしたら3回目そらしてから一切こっち見なかったんですか。なんでですか。多分ここいないと思います。かおちゃんのファンの人じゃない、ファンはいません。目そらしていますよ、ね、いるいるいる。困っていたんですね。え、でも私は絶対自分の再利用を言ってる人のことは絶対やってあげる。うん、絶対それはなんかやろうって思うし、もうそれはマストで。それ以外に、え、何してるかな、してるかも、ずっと言うてる噛みていくたびにいるよ、いた、あ、いるね、いるね、やってるかも。うーん、今日やろう、私もうね、うん、絶対いるんだけど、確認してる、あ、いるいるいるちょっと行くよ、知ってる、いるの知ってるからねってだから、いるの知ってるよ、アピールって嬉しくない、うん、市民からの、うん、って思ってやってる。うん、3人ぐらい並んでてた時どうします。え、自分の推しが、推しじゃない、自分の推しもダメ推しじゃない、推しそんなにあのファンの人が、うん、え、もうだだだか3 3人これいいだから2 一気にさせるから、うん、この歯あれがないから4え、これいいですね。そう、だいたい連番してるじゃん。うん、だから、え、じゃあ6人だったらどうする。え、どうしよう、やばいやばいやばい怖すぎるめっちゃ怖い。うん、じゃあ今度からこうやってやってたら、うん、そうだよ、3人刺して
してるところだから3人同時指差してくれすごいなるほど、うーん楽しいよね、なんか、うん、来てますよ、オタクオタク一つ飛ばしてオタクみたいな時はいいできるんじゃない、いいできます一つ飛ばしてオタクかわいそう、ここの人逆にね、もうもはやあげさせてあげようとなるでもなんかさ、うん、いや私結構癖なんだけど、これなんかその、うん、見たことある人っているじゃん、うん、そのなんか公園とかでも結構来るし、うん、なんか多分昔なんか握手会とかでも来てくれてたなみたいな、うん、だけど別に私推しではないみたいな人とかいるとめっちゃ知り合いぶっちゃうの、なんかおーみたいな、あ、久々みたいな、これやっちゃうの、だけど、うん、なんかあっちからしたら絶対さ、え、なんでこいつってなるじゃん、マジで知り合いぶっちゃうの最近すごい、え、でもいますよね、なんかさ公園にで見る、よく見る、うん、違う、なんか全然自分の推しじゃない、いるいるいる、そういう人にさ、ちょっとどうしたらいいんだろうなって、うん、私も知り合いぶっちゃいます、あ、マジ、うん、お前久しぶりみたいな、知り合いぶっちゃうね、うん、こっちが勝手に一方的に認知してるだけだけど、そんなに、うん、あ、この人は、あ、レオナさん推しの人だみたいな、顔見たらわかるじゃん、大体、うん、いますね、全然反応しちゃうんだよね、あ、今日来てたんだって思っちゃう、うん、でもそうやって知り合いぶられる方が嬉しいんじゃないですか、嬉しいのかな、うん、なんか、だってなんでってなってるの、なんか飽きてるのかな、嬉しいですか、お知り合い、どうなんだろう、お知り合い嬉しいですか、推しの前にそれやられたら嫌なぐらいじゃないですか、うん、ああそうね、うん、確かにちょっとなんか、うん、あ、知らない知らないみたいななるよね多分なのに推しは何知り合いみたいな風に見られちゃうから多分、まあ、ちょっとそこは気をつけつつ、うん、なんもないよ本当なんか変な感じ、本当なんもないんだけど、うん、なんか知ってる、ね、なんか知ってるみたいな感じなんですよ、誰にもやってんだろうなって思ってしまう、うーん、それはネガティブすぎません、だって、そっちなんだ、その日の推し、その日会えた数少ない人じゃないですか、そうだね、246人ですからね詳しい少ないですよ、今246人だよ、うん、うちの一人ですから、その人が、そのメンバーが今日全員やってたとしても246回しかやってないや、おかげでおお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 お昔その200何人300人の時、うん、じゃあレスって本当どうしたらいいか分かんない、自分のじゃユニットで出た時だけ私の最長そのでも逆にあれです私とね、うん、になっちゃいます、ああ。ユニットごとでペンライトの色変えてあげる、ゲネの時に思いました、ゲネでゆずさんそうね、難しいんですよね、あ、確かにその色だけの私もそうですね、中だったらなんか罪悪感がすごい、ここで、
確かに。でも分かんないペンライトも全然ちょっと賭けで紫振ってみたけど違うだよね。うん、なんだファンの人は隠してるのかもしれないんですけど、うん、やっぱみんな変えるね。変わるのはまあ致し方のないことなのかなっていうのはちょっと、うん、みんなでも涙の時振ってくれる人います、うん、あこの人は普段推しの前で感じで振り回ってるけど実際こういうの好きなんだセクシーなの好きなんだって言いながらなんか推しは全然ピュアだね、うん、若い子とかそうなんですよ。だけど、うん、実際に、うん、なるほど思っていてます、うん、皆さん涙の時みんなどういう気持ちで見てるんだろうね。最初なんかもともと見なかったんですよファンの人の顔、うん、最近めっちゃ見てます。どういう顔してるの？え、女の子とかはなんかレッスン送るとちょっとニヤニヤしてくれます。男の人は頑張ってなんかするけど。おもろい。チャチャとかの時に、うん、まあ見ようとは見れるんですよ。うん、もう唇がってやるとでもなんかって感じなんで、ね、みんな何をないです。よしえ、なんかユニットシャッフルのあの口引きでワンチャン涙かなと思ったの。さすがに。てる。神様が多分。まだだよってこと。ちゃん先にやってるから。そうだよ。通り過ぎてるやん。忘れてそう神様。ドンさんのみたい。いやでもあれは。ドンさんとタニ。タニさんはね、トンさん、タニさん、クマさん、やったことないですよね、そんなに、うん、みたいな涙はシャッフルがあったらそうですね。カップリングしかしてないもん。やっぱいいね。そうですね、うん、でも涙は大変だと思います。ララバイの方が大変だと思うけど、めっちゃ立ち位置あるもんね、うん、神経使う曲ですね、あれは。とって全部難しい、うん、難しい。カップリングもセリー大変ですね。ハングリーとかもむずいしね。うん、右、左、うん、すごい。前回さ初めてあの声出しやってて、うん、なんかめっちゃ疲れちゃった、なんかすごい、なんかファンの人の声に負けないようにって気持ちになって、でもめっちゃ疲れちゃってなんかクタクタやった終わった時。確かに、なんかいつもより動きますよね、うん、なんかこれ聞くと
が勝手に体勝手 にいつもより伸びてるっていう、なんかすごい、うん、ゴールってどうやって決めてるんですかね。ね、うん、不思議だよね、うん、なんかさ K2 の公演見たけど、うん、あの DMM で、うん、声出しなんか全然決まってなくて、なんかあこっから決まっていくのかなって思った。なんか一人だけ言ってる瞬間とかがあったから、それに合わせて変わっていくのか。メンタル激強ですね。激強だよね。でもむずいよな、 K2 の方は歌から始まっちゃいますもんね。うん、でも多分頭異様はなかったみたいな、うん、時間がないもんなかった気がする。みんなでないないって言ったらない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 、ちょっと高めて言ってほしいですね。ない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 どうやって決めるんだろう。 S もまだ決まってない。やっぱそうですよね。そうなんだ。そっか、 S もそっか、 S も難しそう。サビにコールってあんま入れないですか。うん、ないかもね。ほっぺとかもないですもんね。うん、サビにコールはないね、うん、イントロと中間とアウトロぐらいですか、感想と、ね、ほっぺってさ、最初さ、うん、チュ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 、おい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 って言ってるよね、みんな。マジでこの間聞いて、うん、えこんなとこ言ってたっけと思って。え、私カリでなりました。どこ言ってた。カリにあるんですよ、コールが。どこ、感想、感想、ここですかね。あるね、確かに。ドーラ、ヒー、腎臓、繊維、しんどくなったり言ってるから、あそこ言ってるよね。あそこ、感想やってた時にこんな祭りっぽかったって。間違い、あだよ、だよ、だよ、みたいな、あるよね。はい、じゃあ、ドラ、地蔵って急に笑いが、そう、ドラ、あるね、確かに。それに、すごい、びっくりしました。あったわ。こんなあったっけと思って、ちょっと、あそこ上がりましたね。祭りめっちゃ笑っちゃう。本当に今日聞いてみてください、配信見る。ドラ、ちょっと、全然分からない。やべえ、分かんない。いや、めっちゃおもろくない、笑っちゃうんだけど。え、本当に笑っちゃうかも。本当に気にしちゃうかも。今日踊れないかもしれない。あそこ神経使うじゃないけど。どうだー、よっしゃ、行くぞー。大丈夫、まあいいや、大丈夫、菅原さんのポジションとかで、うん、多分下に降りる、うん、だから多分余裕があって、なんか大岡さんの生誕の日はそんなにパリ気にならなかったのに、うん、前回めっちゃ気になっちゃって。ファンの人も踊ってほしい。すごいでしょ、それ振りコピーしてきたらすごいよ。すごすぎ。カリにあったんだって思いましたもん。確かにね、うん、忘れてました、うん、いろいろと。うん、フェスティバルは割と普通だよね。うん、変なのないよね。ないですね。あとあれ好き、未来が目にしみるの、落ちサビで、あー名前、うん、いいですよね。そう、マジ感動しちゃう、うん、あの菅原の時だっけ、菅原の生誕でまだ声出しできない時に、なんか目にしみ
もやんとってこう言ってくる時にファンの人がこうまあやんみたいな持ってて、いや持ってます。めっちゃ泣きそうだった。全然関係ない。あそこにいい、ね、あそこ弱いわ本当。あそこ感動。ね、うん、めっちゃいいあれ、うん。絶対やってあげてください。今日見れちゃうだから。うん。ミーレイ？ミーレタン？ミーレタン？ミーレイかな？ミーレイですか？ミーレイ？ミーレイ？ミーレイ？そう、今日ミーレタンがね、うん、チョコレートをくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。シェ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 、やばくない？本日はよろしくお願いしますって次、次ですよ。4月ついに一緒に逃げても、やばいやばい、よろしくお願い。ミレタンがやってるんですから。やばいやばい。本日はよろしくお願いします。ドンさんがやったら私もやる流れで。次私なんで。あ、確かにそうじゃん。やば。絶対やろう。はだはだ。何を持ってこようかな。私の次はマキコさんですか。いや、サンちゃん。サンちゃんいつな？サンちゃんいつなんだろう。あ、サンちゃん。サンちゃんが先？サンちゃんって5月？めっちゃ5月の記憶あるけど違うかな、うん、サンちゃんの誕生日、佐野ラーメン配らなきゃ。おお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 おこれめっちゃうまいってなって。でも豊橋でしか売ってないから、うん、もう豊橋行きたい、マジで。来てください。カレーうどん食べたい。来てください。大好き。里川ラボに。え、里川ラボなんだよ。来ていただいて。里川ラボ、あ、見に行こうかな。あー、かわいいですね。見に行こうかな。次4月の7とかなので。え、6日かな、4月。どうやって行くの豊橋って。電車どれくらいかかる？確かに新幹線止まるね。50分ぐらい乗ってます、電車。大変だ。あ、そう、とろろご飯が入ってるやつです。入ってます。めっちゃ美味しい。あれ入ってます。本当に美味しかった。豊橋市民はあんま食べないですけど、そうだよね。超美味しかった、忘れられない。なんか105店舗ぐらいあって。え、そんなの？豊橋カレーうどんを出してる店舗によって違うんですよ、味と盛り付けと。そうなんだ。さんちゃん5月12。あ、じゃあそうやと同じだ。じゃあよりさんちゃん、ここにさんちゃん。そうだね、さんちゃんでした。そっか、意外と増えてきたね。なんかさ、今までさ、多分おーちゃんから私まで空いてたんだよね。空いてましたね。で、かほちゃんだったじゃん。ジュッキーがここに、そう、多分入ってくれた。入ってきました。え、いつが多いんだっけ。8月。あ、そうだ、8月。8月、夏が多いんですよ、チームイーは。クマッキーとか8月。あー、そうだね、うん、でも年明けも多いよね、1月。多いですね。菅原も11期の子も2月多いですよね。あ、そうなんだ。3人同じ誕生日。えぇ、ー、そうなの。2月。2月だった気がする。そうなんだ、うん、渋滞しますね。渋滞ですね。生誕祭、うん、なんか生誕くじの締め切りが昨日だったの。え、そうなの。もうやばい、もう全然忘れてたと思って、どうしよう、またよ。悩みますよね、生誕くじって、めっちゃ見たよ、去年のみんなの見て。かほちゃんのやつも、かほちゃんの声のうまそうだなと思って。かほちゃんのやつ見て、うまいですよ、うん、絶対うまいなと、うん、でも一昨年のやつなのかな。去年。え、手紙。あ、去年です。あ、じゃあ去年か。でも私が写真に落書きしだしたら、うん、みんなも写真に書き始めたので。そう、もっと意外といいことをした気がします。私もなんか見てたら、自分書いたことなかったんだけど、みんなの昨日見てたら、みんな落書きしてて、え、これって落書きしなきゃいけないんだと思って焦って昨日から書き始めた。やばいと思って。いや、あれは強制じゃないですよ。強制ではないよね、多分、うん、でもなんかこう
F 賞っていっぱい出るじゃないですか、うん、ちょっとなんか外れた気持ちになるんですよ、うん、外れではないんですけど、まあ、一番あれだもんね、うん、なんていうの最後の賞というか参加賞みたいな感じになるので、ね、貯めといてください、くじ運、うん、もうレパートリーがさ少ないくて難しいですね、うん、どこまでできるんだろうって感じ。確かに悩みますよね、うん、めっちゃ悩む。音声系もなんか正直ラジオやってるから。確かにね、あんまりあれなのかなとか思っちゃうし、うん、シールいいね。ゼニ、ゼニ、ああ確かに確かに復活していいよね、うん、あでもどこも投げてないんでしたっけ。ああそうだわ、じゃあまだダメなのかな。ちゃんとジップロックみたいな、そうそう消毒してますっていう、うん、どうなんですかね。うん、それかゼニーじゃなくてなんか違うものを投げて、こう卓球の球とか投げて、うん、それキャッチした人が受付でみたいな。ありだよね、うん、なんかさそういう欲しいよね、うん、抽選系の悪いやつに話して逃げるとおよ急に消毒携帯アルコールこれでおもろでもやりたいですよね。ねやりたいね、ユニットシャッフル今度やるときはありがいですね、うん、こう発表前、うん、この日にやります、ね、公演応募するが始まる前、うん、確かに後出しになっちゃったから。そうですよね、ね、いついつやりますってやりたい、ね、でも後出しも後出しでありだなって思っちゃう。ラッキーってあるよね、うん、なんかやっぱどの公演も入んないといけないっていう、うん、いやそうね、うん、したいですね。楽しかったもんあの日、うん、いやあの日はでもすごい綺麗に分散してたじゃないですか、ね、マジでなんかもうやらせみぐらい綺麗に、うん、びっくりした、うん、聞いたから。次やってない子がいないようにやりたいですねシャッフル、うん、次はなんか口引きじゃなくてもね、うん、なんかマキコさんとかもやりたいって言ってたし。あーね確かにいなかった子いるから、ジャン勝ちで選んでいくとか。あーなるほどね、何が残るか。涙残った、ね、涙残るでしょちょっと切ない。涙残るよ絶対。涙残ってても私は救出に行きません涙はやばい残っいつもやってるから、じゃんけん弱い人が涙になっちゃう。涙沈んじゃうよ沈むよ衣装がねあれはちょっと、えでも可愛いですよあの衣装。嘘ちょっともう露出やん。えそんなしてます。露出バラの方がしてますよ私の。 あのバラの衣装の方がスミレさんのやつが涙より出てます。ファー着るしA メロで脱ぐけど、ね、割とすぐ脱ぐけど、うん、すぐ脱いじゃうけど。なんかアミダとかにします。アミダめっちゃ平等じゃないですか。でも勝った人から選んでいくっていうのは面白いけどな、うん、ああそれやりたかったんだねって、うん、なりますね。うわーってなりますよ。それか勝った人がメンバーを選ぶ。
わドラフト、ドラフト、ドラフトじゃん、勝った5人がドラフト、ドラフトいいね。何も言えないですよ、でも、どこに選ばれても確かに、第一巡取り合いになるね、でも残ったら切ないからやめましょう確かに嫌だ嫌ですよ、切なすぎ、それは切ない、まあ、どっかで2つやらないといけない人が増えるから、あれだけど残るのは切ないんで、早く K2 のユニットでギター弾いてほしい、それのダンスバージョンができてたから寝転がりますか月光や、本当にいいですよね、ウクレレ、ウクレレバージョンで、マジで時間がない、時間がないな、そう、いいよね、なんかやっぱ反動なんだろうな、なんかうちらって多分さ、アイドルキャピーって感じでこうずっとやってるからさ、うん、ああいうのマジ羨ましい、ね、ですよね、だって もはやあれも羨ましかったもん、最終ベルも羨ましかった、ああなんかいい、ああいうかっこいいのやりたいなって、いいですよね、でもやってる側だとそうなんだよねそうなんだ、そうなんですよね、ないものねだり、楽しかったもん、ケーツ、そっか、あれだっか、そうだそうか、ごめんね、1年後とかだけど1年後1年、赤穂ちゃんが出た1年後ぐらいに、あ出た時に赤穂ちゃんから、ほんとセリだけは気をつけてくださいってみんなに言いました、出る人出る人にセリだけは気をつけてくださいって、無事そろそろ終わりますか、もうそんなにか、ほんとだ、32分ですね、はい、OK です、というわけでありがとうございました、この後はフェスティバル公演、そしてありますんで、ハルコンハルコンありますんで、はい、ありますんで、ぜひお待ちしてます、お願いします、壇上の方もありがとうございました、ありがとうございました、バイバーイ、バイバーイ、バイバイ、なんか流れ、あれ待って、壇上ゲストラハゲー